正月休みと3連休は終わってしまったにゃ。でも安心してほしいにゃ。次は2月に3連休があるにゃ。社会人のお友達はゴールデンウィークに2日休むだけで10連休になるらしいにゃ。これはテストに出るにゃ。200年先まで連休をチェックしている猫先生でにゃーる。よろしくにゃ。新年最初のコラボはなにゃしろとドラゴンにゃ。2022年1月17日から1月31日10時59分までしろとドラゴン&にゃんこ大戦争のコラボイベント開催にゃ。コラボ EX キャラジビキロプス猫卵を限定販売にゃ。属性を持たない敵にめっぽう強い能力を携えて第3形態まで進化可能になったにゃ。個性的なキャラたちが登場するイベントステージが復刻開催にゃ。一部ステージでは採点報酬が復活しているにゃ。アシュラ、プリティキャットなどを含めた合計7体の限定キャラをゲットできるチャンスにゃ。さらに新コラボステージ強襲シロトドラゴン登場にゃ。ステージレベルは最大20にゃ。クリアするほどに強くなる白ドラキャラに立ち向かうにゃ。その他猫道場に白とドラゴンと道場登場やログインで毎日猫缶プレゼントなどなど、詳しい情報はゲーム内のお知らせをチェックにゃ。今回で6回目のコラボになるにゃ。猫先生もそろそろお外ににゃんこを広めるコラボ活動をし始めたいにゃ。続いてのニュースにゃ。つい最近バージョン 11.2 のアップデートが入ったにゃ。にゃんこ大戦争にどんどん便利な機能が追加されるにゃ。絞り込みのターゲットに無属性が追加されたにゃ。属性を持たない敵に対する効果を持ったにゃんこも増えてきたにゃ。とてもありがたいにゃ。ちなみに猫先生の属性はメガネにゃ。唯一無二にゃ。トリビニャ。人生に全く必要のない知識でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリビニャ。知ってるようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのはチョコブラウニーさん。戦闘中にヤドカリーを見ているとたまに目が合う。ヤドカリーという敵をみんなは知っているにゃ。戦闘しているヤドカリーを見てみるにゃ。ほんとにゃ、攻撃をした後にちらっとこっちを見るにゃ。目があったと思ったらさっとそらすにゃ。今回のトリビニャは極兵。ちなみにヤドカリーはお尻のあれを隠すために45年ローンで頑丈なマイホームを買ったばかりらしいにゃ。あれってなんにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビニャやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。次回もお見逃しなくにゃ。
ネルを登録してにゃ、しろどらにゃ。